どうも、里レシピの千秋です。チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、本日のゲストは前回に引き続き酒好き親父のバズキャンプこと広田さんでございます。こんにちは、こんばんは。酒好き親父の広田です。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、広田さんと一緒に福岡でキャンプをするということになりまして、今ポツポツ雨がやばいやばい。酒好き親父の福岡酒場ということで、ごちそうになりに参りました。ありがとうございます。今日は水炊きです。福岡といえば大体なんか明太子とか、あともつ鍋とか思い浮かべると思うんですけど、僕の中では水炊きがおすすめで、ぜひ食べていただければなと思います。見ていただいている方もぜひ本場の水炊き今から披露いただきますので、ぜひ真似してみてください。お願いします。はい、お願いします。始める前にやっぱりやっときます。そうですね、やっぱりあれがないと始まらないです。これで、はい、ありがとうございます。注ぎますね、はい、じゃあこれどれぐらい入るんですか。これも全部ドーッと。ありがとうございます。じゃあ今日は福岡の夜よろしくお願いします。お願いします。うまい。うま。水炊きを作りたいと思うんですけど、はい、その前に前菜としてスモツを、はいはい、うお、やったスモツ。いただきます。スモツ、スモツ用のモツにポン酢かけて、あとネギを散らしただけです。わ、間違いない。これは大好き。花緑の柚子胡椒です。スモツに柚子胡椒めちゃくちゃ合いますよ。あ、結構ピリッとしますね。間違いないですね。間違いない。これは酒です。僕ポン酢が大好きで、この正気屋のポン酢っていうのが、これインスタで知り合った方、このポン酢うまいよって言って教えてくれたんで、マジでうまいって思って、うん、味濃いですよね。濃い味好きの僕からするともうドンピシャだったんで、うん、ポン酢があればこのスモツも水炊きもめちゃくちゃうまい、間違いないんで。お、楽しみに。取り掛かります。まず椎茸を切ろうと思います。とりあえずこれで一旦置いときます。人参ちょっと生かしていただきます。黒手袋は、黒手袋はやっぱあのブルーとか白とかよりもかっこいいかなと思って。こんなぶつ切りでいくの多分僕ぐらいじゃないかなと思うんですけど、この切り方が好きで、もうどんな鍋とかでもこの切り方なんです。もうこれをただ焼くだけみたいなのもやったりするんで。次はキャベツ、キャベツいきます。水炊きの定義みたいなのってあるんですか。水炊きと水炊きがあるらしいんですよね。先輩に聞いたことがあるんですけど、はい、水炊きっていうのが水からこうやっていくらしいんですけど、水炊きっていうのが鶏のなんか骨とか出汁を取って白濁したスープでやっていくのが水炊きっていう風に昔聞いた覚えがあります。今日は水炊きちゃんと調べてないんで、興味がある方は調べてくださいっていう感じです。それではここにまず水を入れます。まあ適当ですね。水も500ml ぐらい入れます。お湯が沸くのをちょっと待ちます。飲みながら。はい、飲みましょう。はい、こんぐらいお湯が沸きましたら、次は水炊きなんですけど香味ペースト、これをいい感じに二回し半ぐらい入れます。かき混ぜます。一見ちょっと気持ち悪い絵にはなってるんですけど、これ最高にうまいんで、塩を少しだけ足します。香味ペーストが僕が一番好きでした。鶏ガラスープの素とかも一回試してみたんですけど、香味ペーストがやっぱ一番好きですね。でここに鶏肉を入れます。これで肉に火が通るのをまず待ちます。でこれって多分お家に割とあったりするもんじゃないかなと思うんですよね。でこれと、まあ、塩握ってあと鶏肉と野菜も鍋用のなんかパックがあるじゃないですか。スーパーでもうあれ持っていったらそれで済むんで、割と本当に美味しいんですよ。おすすめなんですよ。そろそろかな、ジューって言ってるんで。うわで、いつもお店のおばちゃんはここから、あつ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 
ます。ここからこの鶏のスープをこうやってお湯飲みに入れてくれるんですよ。はい、これをまず飲んでいただきたい。飲むんですか。はい。へ、塩とかを入れていただいて、で、ネギをまあ一つまみぐらい入れて、スープだけ飲む。スープだけいただきます。はい。うん。お店の味。いけます。すでに。うま。コーミーペーストだけなんですけど、うま。整ってますよね。すごいうまい。ずっと飲めるやつ。ここから次はお肉を食べていただきたいんで、器に。お、シェラカップにポン酢を入れた状態ですね。そうです。正気のポン酢を入れた状態です。あ、うん。ホクホクしてますね。はい。柔らかい。ポン酢がうまい。ポン酢が本当いい仕事してますこれ。うん、うまっ。でお好みでこの柚子胡椒とネギを散らしてもらったら、うわうまこれ。柚子胡椒マストっすね。これ野菜はどのタイミングで。野菜もいきますかっていうふうに聞かれてお願いしますみたいな。まずやっぱ肉だけで味わってからその後野菜っていう。そうですね、順番なんですね。肉まず味わっていただきたいですね。肉団子野菜派の人もいると思うんですけど、僕はなんかキャベツが好きで、なんか食べ応えというか。広田さん立ち向かうためにヘパリーズをちょっと。ヘパリーズね、はい、プレミアム。あーいいやつですね。いいやつをちょっと持参しました。じゃあ僕はレモンサワーで。レモンサワーでうっす。いますね。謎のクラフトハイボール娘の。薄い。そういうことか。よく見た糖質ゼロって書いてあるから。あ、健康にはいいけど物足りないかも。それだったらもうがっつりハイボールがいいっすね。うん、がっつりあるんで。え、あ、ちょっと足します。おいウイスキーします。志村健さん流の飲み方らしいっすね。あ、本当ですか。でハイボール作って最後に一滴垂らしてそのまま混ぜずに飲む。へえ、結構やばい飲み方っすね。志村さんと千鳥の大悟さんがやってて、それをチャモさんがやってました。やっとハイボールに出会えた気がします。重さはすごい濃い。一升ですね。はい、1.8 リットルです。一晩で開けたりします。いやー一晩はないです。レモンサワーだとでも飲みやすいですもんね。うまいですね。グレープフルサワーも結構うまくて。あーいいですね。もうぼちぼちこれできたんで。お、きた。熱々熱々熱々。うさあ、できました。できました。お待たせしました。あざす、うまそう。福岡酒場。福岡酒場。酒好き親父の福岡酒場で。福岡酒場いただきます。あ、うまっ。鶏の出汁が染み込んでますね。効いてますよね、意外と。うまっ。あとやっぱポン酢がいけてる。ポン酢いけてる。ポン酢もう活かしてます、このポン酢。キャベツも甘みがすごい。はい、鶏の甘みがしっかり映ってて、うまいなこれ。うん、そしてさらに追い打ちの、あ、ネギと。そうだ、柚子胡椒ですね。もう花緑って水炊き屋さんなんですよね。あ、水炊き屋さんが作った柚子胡椒いただきます。本場のちょっとネギを取らせていただきました。あ、二度美味しい。二度美味しい。ありがとうございます、うん、外で食べるっていうのがですね、倍増しますね。はい、こんな暑い中食べてもうまい。いや、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっと今日は酒好き親父のバズキャンプこと広田さんの福岡酒場、ノリで現場でつけた名前です。
福岡酒場にお邪魔しました。ちょっとさっき話してたんですけど、やっぱりこう九州ですね、はい、キャンプシーンをちょっと盛り上げたいなという話をさせていただいておりまして、フラットレシピもですね少しでも力になれればと思っておりますので、九州エリアの方もしくは九州に行きたい方、ぜひなんかこういいキャンプ場だったりとか、キャンプ飯でこういう九州のご当地料理を作ったら最高だよみたいな情報があれば、ぜひ教えていただけたらと思います。酒好き親父のキャンプチャンネル、ぜひ皆さんのチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。最後一言あれば、九州のキャンプメーカーもそうですし、キャンプ場もそうですし、キャンプの YouTuber、まあ、僕みたいな人間もそうですし、いろんな意味で九州のキャンプを盛り上げていきたいなと思ってるので、いろいろお力添えいただける方いらっしゃったら、もう本当お声かけいただきたいなと思っています。今後外レシピ千秋さんといろいろ何かしら絡ませていただければなと、はい、はい、僕頑張りますので、ぜひよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。九州を盛り上げていきましょう。さあ、そしてこのバトンシリーズというか、はい、地球ユーさんから広田さんにどなたかご紹介いただけないかなと思ってるんですが、いかがでしょうか。僕からはちょっと遠くはなるんですけども、はい、北海道の北海道はい、嫁団キャンプさん、嫁団キャンプさん、はい、ご夫婦がいらっしゃって、はい、旦那さんがものすごく奥さんに、はい、内緒でいろいろポチったりとか内緒って言っちゃって大丈夫で、面白くて、で最近車を乗り換えられて、いろいろイベントをされてあって話題が豊富な方なので、面白いんじゃないかなと思いまして、オッケーいただいてる。ありがとうございます。ちょっと今日は福岡に来たんですが、なんと次北海道すいません。そして千秋さん今使われてあるシェラカップなんですけど、はいはい、嫁団キャンプさんです。おなんかそういう罠が嫁団キャンプさんのそこにあるんですけど、この中にほとんどポン酢、ね、ポン酢をこの中に入れてもらっていいですか。ポン酢飲めば、じゃあ、ほんとだ、嫁団キャンプさん、ほんとだほんとだ絶対面白いと思うんで、呼ばせていただきます。嫁団キャンプさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は福岡編ということで、月月親父のバズキャンプこと広田さんでございました。最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。動画がいいと思ってくださったら、ぜひいいねやコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。